やってきました。たい焼き豊か屋。こちらはね、静岡県浜松市浜北区にあります。2023年10月6日にオープンしたばかりのお店です。駐車場はね、店前に3台他にもあります。さあ、いろんなたい焼きがあると思うんでね、いっぱい食べたいです。お、メニュー出てます。粒あん150円、季節あん200円、遠州お好みたい焼きだって250円。うわ、うまそうだなこれ。はい、コーヒーとお茶、リンゴジュースもあります。11月1日から5日は今週のあんこは粒あんですと、2週間限定、数量限定100個、1日100個限定か。季節のあん、焼き芋あんっていうのがね、200円で売ってるみたいな。定休日は毎週月曜日、火曜日になってます。たい焼き豊か屋さんね。お、もう焼いてる。あ、すごいすごい。ほらほら、見て、焼いてるよ。これお好みたい焼きってやつだねこれ。おーおーおーおお。具が乗って、キャベツが乗って、イケメンのお兄さんが焼いてます。顔は映しません。すごく丁寧に焼いてます。これは特製ソース、マヨネーズ。丁寧に綺麗な仕事をしてます。イケメン兄さん、ベーコン乗せてます。お好みソースがね、乗るんだね。おー、ひっくり返したね。おー、ごぼうできたよこれ。お好みたい焼き、結構ボリュームありそうだね。いや、お腹空いてきた。出来上がりを待ちたいと思います。こっちも焼いてるね。これはね、季節の焼き芋あんだね。焼き芋も美味しそうだな。たい焼き豊か屋さんはね、裏でなんとなんと食べれます。へえ、こういう感じになってるんだ。テーブルがあったりね、お砂利が引いてあって、二人掛け。あ、立って食べれるドラム缶もある。座って食べるベンチもあります。ほらほら、こんな感じね。すごくいい空間。水道で手洗えます。ほらほらほら、こんな感じでね、裏でゆっくり食べれますよ。買ってからこちらで食べたいと思います。買ってきたよ、3種類ね。今日はお茶も買ってきたよ。さあ、こちらの広いベンチで食べます。今日はね、本当に天気も良くてね、素敵な空間だな。日陰でちょうどよかった。日向だとね、暑いからね。ほらほらほら、買ってきたよ、豊か屋さんのたい焼き。先お茶飲みます。多いお茶。ああ、今日はね、9時半ぐらいに来てね、一番乗りで待ってましたけど、私の後ろはね、2組待ってました。さあ、食べますか。見て見て、ほら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 、こちらがお好みたい焼きね。ほら、具がたっぷり。いただきます。うん、ああ、たくあんが入ってる。うん、まんまお好み焼きだね。たい焼きのね、皮はね、柔らかめ、パリッパリじゃない。うん、たい焼き食べてるって気はしないね。遠州焼き食べてるって感じ。はい、2つ目、期間限定のね、焼き芋たい焼き、いただきます。うん、
思ったより甘さ控えめだね。なんかね、クリームたい焼きみたいな味だな。不思議。最後はあんこでございます。粒あん、いただきます。頭からガブッと。やっぱりね、甘すぎないたい焼きだね。あんこがね、甘すぎない。でもね、これたっぷり入ってるあんこが、こんなにいっぱい入ってるのっていうぐらいいっぱい入ってる。出血大サービス。はい、今日販売のね3種類全部食べてみました。ごちそうさまでした。感想としてはね、まあお好み、品種お好みたいやね、一番良かったかな。まあ値段も230円ぐらいで、まあまあですけど、でも美味しくいただきました。たい焼き豊屋さんね、まだオープンしたてのお店でね、どんな感じかわからなかった人もいると思いますんで、こんな感じでした。また食べに来てみてください。ということでね、本日は静岡県浜松市浜北区にね、新しくできたたい焼き屋さん豊屋さんからでした。バイバイ。